昨日午後1時半ごろ、淡路市の神戸淡路鳴門自動車道上りで車両火災になっていますと110番通報がありました。警察によりますと、車は道路脇の雑木林に突っ込み、その後案内板の柱に衝突し炎上したということです。この事故で、車を運転していた30代の母親と11歳の長女が骨折の重傷、8歳の次女と5歳の長男が軽傷です。母親は、 タイヤがパンクしたから事故になったと説明しています。母親ら4人は父親の実家がある香川県に帰省していて、大阪の自宅に戻る途中でした。